皆さんこんにちは、チョコバナーです。今日はですね、島村とフェザーとあとミーパーセントっていうお店、こっちは通販なんですけど、であったかくなってからでも着れるかなっていうお洋服をいくつか買ったので、そちらを紹介していきたいと思います。もしかしたら気づいた人もいるかもしれないんですけど、髪の毛を切りました。ロングに頑張ってしようと頑張ってたんだけど、ちょっとなんか無理だ。結構ね、こんぐらいの長さまで来てたのね。ポニーテールぐらいできるぐらいまで伸びてたんですけど、これ以上伸ばすのは無理だし、よく考えたらなんか長いの似合わないなと思いまして、切りました。ミディアムぐらい、肩につくぐらいで、一応結べるぐらいの長さにしてくださいって言ったんですけど、ウルフっぽいカット、レイヤーカットっていうのかな、段みたいなの入れてもらって、で顔周りはちょっと短い感じの、こういう感じでなってるような感じにしてもらいました。で、髪色はちょっと変えようか迷ったんですけど、まあ上から見るとね結構わかるんだけど、黒髪との差がねまあまあわかるんですよ。だけどそこまで目立たないかなと思いまして、髪色はまだ染めてないです。だから青の色落ちで、まあ週1回ぐらいムラシャンしてるぐらいの髪色で、こういう感じ、アッシュグレーっぽい感じになってるんですけど、まあしばらくはこんな感じでいこうかなという感じです。というわけで、まずはじゃあこの通販で買った方から紹介していきたいと思います。今回はもう買うのが決まってたんですよ。これが欲しいっていうものがあって、で一緒に買えるサイトを見てたら可愛いお洋服もあったんで買ったって感じです。買おうと思ってた1個目がこちらです。ででん、これ前回の動画でもつけてるんですけど、お花柄のネックレスになります。ごついまではいかないけど、存在感があるネックレスなんですね。こういう感じのシルバーとゴールドがあって、私はゴールドにしたんですけど、これね、あの後ろで留めるやつじゃなくて、このお花にこの棒をね刺して前で留めるタイプのやつ、最近よく見るなと思って、流行ってるんかなと思って買いました。こういう感じのモチーフのやつです。で、私結構アクセサリーは基本的にゴールドが多いんですよね。私の顔だとなんかシルバーだとねちょっと幼稚に見えちゃうというか、なのでゴールドの方が多いんですけど、つけてることは。これはゴールドもシルバーもどっちも可愛かったので、すごい迷ってゴールドにしました。これミーパーセントです。で、一緒にこれもね、お花のやつなんだけど、こういうイヤカフ、お花のイヤカフを買いました。同じようなお花です。最近イヤリングよりイヤカフの方が楽だってことに気づいてしまって、イヤカフが多いです。買うの可愛くない、これもこういう感じです。で、あともう一つ狙ってたものがあって、こちらです。ででん、めちゃめちゃピンクのパンツです。こういう感じのストレートパンツなんですけど、これ展示会に行かせていただいた時に履かせてもらったんですね。で、これ動画にもしてたんですけど、このパンツめっちゃ可愛いなとずっと思ってて、まだあるかなと思って見たらセールになってたので買いました。これは昨日とかにもう履いてるんですけど、黒っぽいトップスとかが多いので、こういうトップスとかにこうやって合わせたらすごいアクセントになるなと思って、このパンツをゲットしました。可愛くない、これめっちゃ。この黒とこのピンクの、なんかブラックピンクっていう感じの組み合わせすごい好きなのでこれを合わせようと思って買ってきました。まあ、お察しの通り黒系が私多いので、お洋服もアクセサリーとかバッグとかも、なのでビビットのカラーを取り入れようと思って買いました。ミーパーセントと同じ通販サイトで、ヘザーも取り扱ってるんですけど、ヘザーめちゃめちゃ好きで、なんか買おうかなと思って見てたらセールになってたものがあったので買いました。まずこれです。こういうねトップスを買いました。スクエアネックになってて、いくらかな、前がさクシュクシュしてるんですよ。これクシュクシュしてて、ここがリボンっぽい感じに紐がついてて、袖も結構ダルーンとバルーンっぽい感じの袖になってて、で手首がこうキュッと締まってる感じになったトップスを買いました。これめっちゃ可愛くない？なんかサイトで見た感じ、ここがすごい開いちゃわないかすごい心配だったんだけど、フィット感もあって、そのこうやってかがんだ時もここが見えない、中が見えないようになってるので、すごくお気に入りトップスになりました。なんか素材感もね、ニットっぽい感じ、薄手のニットみたいな感じで着やすいというか、ふわふわで着せて気持ちいいトップスです。で、もう一つこれ買いました。これはね、ボレロっていうのかな、ニットボレロ。これもね、元が4000円なんですけど、なんか安くなってた。短いんですよね、丈が。春になってくるとアウターじゃなくてこういうニットとかを羽織ることも多いと思うんですけど、私身長がすごく小さいので、ミニ丈だといい感じにバランスが取れるっていうんですか、足が長く見えるので、これをちょっと買いました。これカラーが3色あったんですけど、キャラメル色っていうのかなにした、こういう感じ、丈感こんな感じです。まあ何でも合うかなと思って、ガーリーっぽいアイテムなんですけど、合わせるものによっては大人っぽくも着れるかなっていう色合いだったので、これを買いました。私通販でお洋服買うのが割と苦手なんですよね。こう見えてヘザーなんてさ、まあまあ高いから、なのでサイズ感とかが分かんなかったりするので店舗に行って買ったりするんですけど、今回のはぴったりめに着れる感じで買えたので、ちょっと良かったなと思います。
成功。次が島村で買ったものなんですけど、島村はねもう春に着たいなっていうものをいっぱい買った。一つ目がこちらです。ギンガムチェックのパンツでございます。 M サイズを買ったんですけど、税込み1089円なので1000円のパンツと思ってびっくりして買った。ギンガムチェックが春ちょっと来るみたいな感じだったので、というか私ギンガムチェック好きなんで買ったんだけど、これねわかるかな、足の部分がねちょっとフレアっぽくなってるんですけど、スリットが入ってるんですよ。形がめちゃめちゃ可愛いなと思って買いました。裾がちょっと長い気もするんですよ。ただこれ裾が可愛いやつだから、裾をこう詰めたりすることもできないからどうしようかなと思ったんだけど、まあ、1000円だし履けなかったらリトルが履けばいいかなと思って買いました。めっちゃ可愛いよねこれ。足の真ん中に縫い目かも入ってて、ちょっと足がこうスラッと見えるかなと思って買ってみました。で、あとはトップスを2つ買ったんですけど、まず1つ目がこちらです。じゃじゃん、これめっちゃ可愛いなと思って、ビビーとのねコラボ商品みたいなやつなんですけど、これは1400円でした。こういう服ジェニちゃん着てんなと思って買ったんだけど、これも一応ねカーディガンっていうか前がボタンになってて、島村のこういうのって前がね飾りボタンのことが多いんですけど、これはしっかり開くような感じになっている。でニット素材というかすごい薄手のニットっぽい感じなので、肌にピタッと着ることができるかなと思ったので、案外着やすいするんじゃないかなと思って買いました。これはねしっかりこういう襟なんかもついてるので、さっきのこういうボレロとかと合わせても可愛いなと思ったし、単体で着ても可愛いし、夜涼しくなるなっていう日に持っていけるぐらいの薄手なんですよ。なので買いました。もう一個悩んだトップスがあって、すごい悩んだんだけどどっちも買ったのよで悩んだ理由っていうのがこちら でカラーがね同じようなカラーなんですよね。この緑っぽい感じ、私この色が好きで、結構こっちはブラウスっぽい感じのシャツなんですね。でこっちはニットっぽいやつじゃん。全然違うんだけど色味の同じだなと思ってすごい迷った結果両方買いました。これも前がボタンになっててしっかり開くんですけど、これも1089円だったので買っちゃったこれはまあ下にさこうやって合わせても可愛いなと思ったし、この肩のところがちょっとふわっとなってるので着たらボリュームあるかなと思って買いました。じゃあちょっとこれ着てみたいと思います。最近島村で買ってて、紹介とかしてなかったんですけど、3代目の10周年千社札とモーモー のリベンジした時の動画も、島村で買ったトップスを着ていて、あれもすごい可愛くて、ミニワンピまではいかないんだけど、まあ、そんぐらいの丈感ですごい可愛らしいデザインだったので最近お気に入りで着てるんですけど、明日の動画が妄想ゲットレディウィズミーが公開できる予定なので、まあ、ぜひぜひそちらの方でお洋服着てたりするのでチェックしてほしいなと思います。というわけで今回は島村と通販で春まで着ようと思ってるお洋服をいくつか買ってきました。まあ、島村本当に安いのに最近すごく可愛いものがたくさん売ってるので、まあ、ぜひぜひ気になった方は、最近は通販もやってるらしいので、近くに島村ないなって方もぜひチェックしてみてほしいなと思います。それではチョコバナナでした。バイバーイ。